さん敵が迫ってくるので、迎撃していきましょう。砲台は増やせて、合体するとパワーアップ。倒すごとにコインがもらえるので、どんどん増やして、どんどん合体していきますよ。全滅させると勝利。レベル5、ボス戦、まずは大量の小さい敵からだぜ。そこそこ強めの砲台を用意してあるので、ぶっ放しながら、後ろでいろいろ合体させていきましょう。必要なコイン量はだんだん増えてるぜ。枠が埋まったら増やせないので、合体して強化。全滅させたら、でかいボス来たぜ。ボスがゆったり召喚されてる間は、攻撃できない待ち時間。うわー。6と4の砲台、これ倒しきれるか？赤線にたどり着かれたら負け。あともう少し。砲台を増やしてインゴ、これなら、間に合う？負けたー。シューティングタワー、ディフェンスゲーム。レベル10、敵は緑の奴らだぜ。小さいのを倒しきると、ボスがやってきます。まずは合体して砲台を強化。7は手裏剣、そして8は、レーザー。一撃で倒せて、攻撃が貫通するぜ。このレベル帯ならかなり強力。ちなみに3もレーザーだぜ。ここはもう、楽々突破。全滅させて、ボス出現。この隙に、砲台強化。これで、8と6、いけー。やっと体力半分。これだと、間に合わない？いや、ギリギリだぜ。耐えろ耐えろ耐えろ。倒したー。にゃ。ブースターズ、何が出るかな？黄色い顔。何なんだよこれ。レベル25、ボス戦、赤いトゲトゲボールが転がってるぜ。これで敵を殲滅してくれるんですね。だけど、あまり奥の方までいかないな。砲台の射程より、短いとこまでしか届かない。だからぶつからずに帰ってきてるぜ。おまけみたいな感じでしたね。やっぱり砲台を強くしていかないとな。合体を重ねに重ね、7が2つで8、8が2つで9、9が2つで10、10が2つで11、数字大きい砲台はその分パワーあるぜ。体力ある黒い敵もすぐ倒せます。そろそろボスやってくるぜ。現れました。出現した時は、一旦攻撃休止、アイテムでスピードブースト。ゴリゴリ削れてるぜ。そしてもう一つ。アイテムのミサイルでとどめだー。アイテム強すぎんだろ。